過去1年半にわたり、アーミーはジンをはじめとする BTS のメンバーの入隊を見守ってきました。その後、ギャングたちは J-HOPE を送りに行き、その後にソーシャルワーカーとして入隊したシュガが続いた RM、V、ジミン・ジョン・グクが2023年末に入隊する最後のメンバーになるまで。さて、ある中国のアーミーが BTS の軍事タイムラインを最新の状態に保とうとする試みが予想外の結末を迎えた後、オンラインで話題になったようだ。ファンがアイドルの軍隊を追跡する方法の一つは、ザ・キャンプというアプリを使用することです。このアプリには、兵士の入隊までの残り日数を確認するオプションがあります。これは、入隊日からアイドルを見つけることで実行でき、トラッカーが表示されます。Weibo では、ファンがアプリの写真を共有しましたが、BTS メンバーを追跡する代わりに、その日が入隊開始日として表示され、認識可能な名前もありませんでした。アプリを操作しようとして誤って自分自身を兵士として登録し、プロフィールを削除する方法を他のファンに尋ねていたことをネットユーザーが明らかにした後、ネットユーザーは笑いを隠すことができませんでした。このアーミーはその名に恥じないようだが、多くのファンはネチズンがアカウントを閉鎖できることを期待している。